300万使ったよ。12時間配信、英語試験のポトリアとしては戻りたいと思います。それでは始まりました、プリンセスチャンネルです。さてさて、10代発表ということで、久々に10代発表やっていきたいと思いますが、いくつもありますんで、いろいろと話していきたいと思います。まず1個目、1つ目は出ました、本日発売日だと思います。多分この動画が出ているときは、間違ってたらごめんなさい。キュアメロトフル IBT テスト、スピーキングライティング回答力というのがですね、やっと出ます。いやー長かった。2018年に開始したこの本、3年かかって出ました。ようやくお待たせいたしました。長かったよ、もうコメントに何回いつ出んだってきたことが、大変だったよ。で、まあ様々な特徴あるんですけど、まあ僕の回答とか載ってるんですけど、面白いのが僕のメモ、どうやってメモ取りするか、そのリスニング聞いてる時っていうのが載っておりますん で、サンプルアンサーは自分が喋ったものを入れてます。で、ネイティブチェックされるので、そこで直しがあるって感じかな。そのまま自分が喋ったものが載っているわけではないですが、まあ基本的に自分が喋って自分が書いたものです。で、あとは専門家の山内さんですね、もうトフル超詳しい方ですので、そんな方も書いておりますので、2人の回答が載ってるって感じで、僕の方がそんなに難しい表現は使ってない。まあまあまあ、多分レベルの高い本なんで、まあ見たらうえーって思うかもしれないです、こんなん書けるかっていう風に思う人もいるかもしれないですけど、いや書けます、自分が実際書いてる答えです。山内さんの方がもっと長くて、もっと難しい表現が多いって感じかな。はい、そういった感じでトフル本がようやく出ました。で、まあ、皆様がどういう風に回答するかっていうサンプルを取った時のサンプルやった方々にですね、お送りしたんですけども、3人ほど住所変わってたらしいので、ぜひ連絡ください。もう3年前から引っ越しちゃった方、はい、ぜひお知らせください、ツイッターとかで。では2つ目いってみましょう。2つ目はまあこれに関連もすると思いますけど、武田塾イングリッシュのルート完成しました。いやー大変だった、トイックルート、トフルルート、超超大変でしたけども、出します。いよいよ発表されると思いますので、わかんない。ちょっとね、どういう形で発表するか、武田塾イングリッシュの動画でやるのか、それとも生放送でやるのか、ちょっとその辺は相談したいと思います、明日。なんかこう、大発表みたいにやるのかどうか、その辺のことも決めていかなきゃですが、完成しました。いや、大変だった。参考書選ぶのにね、十何時間かかって、ルート作るのにも十何時間かかってるから、とんでもなかったですね。そして、続いては、12時間配信。久々にやります。たわしさん共通テスト12時間配信、去年に引き続き今年も年末やろうと思っていました。日付は12月18日土曜日になりますので、まあ朝10時ぐらいを予定しております。10時から10時までやりたいと思います。ちょっとね、たわしさんが遠くに住んでいるので、あんまり早い時間もあんまり遅い時間もダメなんですけど、これでいきたいと思います。一応10時10時を予定しておりますので、トイックの前日なんですけども、生配信したいと思います。やってやります。そして近日誰も予想しなかったコラボが実現しますので、それを流したいかなと思います。多分誰かなっていうの誰一人当たらないと思います。まあ皆さんもコメント欄でね、ぜひ予想していただいてとか、まあこの人とコラボしてほしいみたいなのね、あったら言ってください。多分誰も当たらない。やっとコロナ収まってきたんで、予備校引退後コラボいっぱいやってきます。でかいイベント計画しておりますので待っててください。このままオミクロンがですね広がってしまったらできなくなりますけど、オミクロンがもし広がらないのであれば行こうと思います。まあ教育系 YouTuber たちのねつながりあると思うんですが、私英語系 YouTuber たちとのつながりもあるので、ちょっとその輪を広げたいと思います。まあ武田塾イングリッシュもね、いよいよ校舎開校しますので、やはりちょっと英語系として広げていかなきゃいけないなと思っておりますので頑張ります。だって僕予備校の来年の出校校舎ないですからゼロですから。高校もレギュラー授業全部断りましたので、はい、ということで本当に何もなくなりますので、あ、ただまあスポットで、ね、行ったりはしますので、来週再来週で私は3回公演に行きますね。なんで、はい、その高校の皆様楽しみにしておいてください。そして共通テストのね参考書も出てますんで、これ結構やっぱ武田塾チャンネルでもちょっと宣伝させていただいたんで、もうドボーンと一気に売り上げがまた伸びましたって言ってたし、売り切れも結構出てるってことなんで、リアル書店でね、いろんなとこからお声をいただいております。ありがとうございます。そして、200万円使うなんて思ってなかったよ。今月200万も使っちゃったよ。ということですね。別に浪費したわけでも何でもないんですけど、まあ、武田塾国立校ね、4階をね、借りたんですよ。増床という形で。借りたのも合わせたらとんでもねえな。300万じゃん。300万使ったよ。
ということですね。いや予想してなかった、こんなかかると思わなかった。いや最初のねギャッツで家賃入れて、まあ、300いくつかかかったわけなんですけど、5階をね借りてたわけなんですけど、まあ不動産で100いくつで内装とかねやって、それで200かかって、それも300何十万かかってんのか。その後で、まあ、こんなかかるかと思って、で4階を増やそうってなった時に、4階は5階だいぶちっちゃいんですよ。5階はね501と502がつながってんの、つながってて1個になってるんで、それに対して4階は片っぽだけなんで、だからそんなかかんないと思ったわけです、お金。まあ半分よりちょっと大きいんですね。だからまあまあまあ半分とまではいかなくても、まあ200はいかんだろうと、まあ内装とかやって100ぐらいなんじゃないかなっていう風にね勝手に思ってたんですよ。そしたら蓋開けてみたら全然違った。まあまさにね、そう、不動産自体もさ家賃だいぶ5階と比べれば少ないんですよ。半分ぐらいの値段なんですよ、確かに家賃は。でもなんか保証が60万って書いてあった。保証金60万なの。だから100万ぐらいかかって借りて、内装とかこうやってやったら、まあもろもろでやっぱ100何十万、まあ200はいかないで100ぐらいだろうなっていうのは、もう予想通りは予想通りだったんですけど、全く予想してなかったのがね、エアコン。もうさ、ほんとかよって思ったんだよね。めっちゃ高いね、やっぱエアコンって。確かにエアコンってつけるのも取り外すのもめちゃくちゃお金がかかるから、その借りる物件にエアコンがついてるかついてないかっていうのめちゃくちゃ大事だって言われてたんですよ。本当にその通りだった。気づかなかった。エアコンがないことに。これを知っていたらもっと遅く借りただろうな。でも月々の家賃は十何万なんで、そんなに辛くはないんですけど、いやエアコンすげー高かった。5階にバルコニーがあるから、その感覚でいたらさ4階だけないので、だから室外機を4階に置けないんですよ。だ室外機を3階に置くっていう作業が必要なの。3階か5階で、5階に置いたらクレーン必要って言われたから3階にしたんですけど、いやー高かった。そう、最初はね3階にしたら室外機置くのに3階のテナントの人に言わなきゃいけないだろうから、5階にした方がいいのかな、5階だったら自分のとこだから勝手に入れるしいろいろ楽かなと思ったんだけど、そうするとねなんかね高所作業台、そのクレーンが来るから15万円プラスみたいになってて、ウェーって思ったら、あ、そういえば下片っぽ空いてるから、そうそう、下のテナント一つ空いてるから、あ、だったら別にそっからバルコニーに出ればいいやってことで、なんでなんとかなりました。別にあの作業時間、その下のテナントを気にしなくても3階の片っぽ空いてる方から外出てもらって、室外機置いてもらってっていうのでなんとかなりました。いやー、それでパーテーションで区切ってるからエアコンも2台置かなきゃいけないしさ、これも値切ったりなんだりして大変だった。それでも無理かで、LED の交換があったんで、蛍光灯があっても蛍光灯がかなりチカチカしてて、で普通じゃない変なサイズの蛍光灯なんですね。でも蛍光灯は生産終了してるから LED に絶対した方がいいし、で LED の方がまあ電力も抑えられるしって言って、まあ分かりましたって言って4回も5回も全部取り替えたんですよ、 LED。 やっぱそうやったらエアコンと LED だけでもうもろもろでもう100万いっただったんで、まず家賃100、借りるときに100で、 LED とエアコンで100で、設営で100何十万だったよね。だから300何十万。助けてください。まあいよいよ予備校講師としての、まあ、プレイヤー引退したら英語試験のプレイヤー復帰しようかなとちょっと思ってるので、トイックだけじゃなくいろいろやっていこうと思っておりますので、そう、やっぱり英語の勉強時間がなかった、だいぶ少なかった、ここ2年ぐらい。なんか英語を教えれば教えるほど自分の勉強時間というか勉強を使う時間が減ってるっていうのがもうずっと嫌だった。まあこれは日本に戻ってきてからずっと言ってたことなんで、ちょっといよいよ教える側がだいぶ少なくなるので、その分自分の英語力もう一回高めようと思います。ケンブリッジCPE を取った頃のレベルにしようと思いますので、予備校のプレイヤーとしては終わりですが、英語試験のプレイヤーとしては戻りたいと思います。来年期待しておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.